こんにちは荒木和弘です。8月3日月曜日、えー、ショートメッセージをお送りします。まあこのショートメッセージもあのー、実は何を喋るかというのはまあせいぜい前の日の夜、えー、大抵当日の朝、えー、決めてます。で、えー、まあさすがに、えー、拉致に関わってもう四半世紀経ちますんでお話しすることはもう山ほどありまして。 毎日しゃべっててもおそらく10年ぐらいは続けられるんじゃないかと思うんですが、まあ、お気になった皆さんあの、もしそれぞれのことでちょっと参考になったことがあったらぜひです、ね、周りの方にこんなことがあるんだっていうのをですねお伝えをいただきたいと思います。そそういういこととははちょっとその時は気にしててなくても ななんとなく心に留まっているとですね、何か事態が動いたときにあの変化、あこういうことだったんだあの人が言ったのはこういうことだったんだというようなことが出てくると、まあ、そういうのを連鎖があのやがてですね、世、え、論、ー、の大きな高まりにつながると思いますので、えー、ぜひ、まあ、私もできるだけあの参考になるようなお話をしていきたいと思います。よろししくお願いします。 でさて、えー、今日お話しするのはあのー、拉致特定失踪者の中の、ですね、まあ、今までも時々お話ししてきましたが、いくつかの共通点のお話です、これはあの一つ一つ見ていると、個別の失踪に見えるものが、つなげてみると、ですね共通点が出てくるということです、ちょっとその例の一つとして、今日は山本美穂さんと秋田美和さんの件についてお話をしてみたいと思います。 山本美穂さんは、まあ、前にも DNA の偽装事件のことでお話をしていますが昭和59年の6月4日に山梨県甲府市のご自宅を出て失踪した当時20歳の女性です。それから秋田美和さん 昭和60年の12月4日に大学神戸のですね松陰女子大の校門も出たところで友達と別れてその後行方が分からなくなったお二人なんですがこのお二人には不思議な共通点がありますそれは何かというと異流品ですバッグが秋田美奈さんの場合は靴もなんですけども全然関係ないところにあった交付からですね 全然離れた柏崎に新潟県の柏崎の海岸荒浜という海岸にバッグが一つだけ落ちていたというのが山本美桜さんのケースそれから神戸でいなくなっているのにこの竹野町です、ね、の海岸にです、ね、バッグ、靴などが落ちていたというのが秋田美和さんのケースです。で年も同じ そして、えーまあ、あの遺留品が置かれていた,置かれていた場所はもう全然関係のない場所です、本人が1人で行くということはちょっと考えにくい。 という場所に同じように遺留品が置かれていたということに何か共通点があるのではないか、えー、というふうに考えます。で、またあの別の機会にお話し,しますけど、例えば車を置いてとかですね、そういうものであのやはり今までその共通点があるケースがあるんですが、この秋田美和さんと山本美代さんのケースというのはですね、あの非常によく似てます。で、この昭和59年60年 ごろつまり1985年前後ということになりますがこの頃同じ年ぐらいの若い女性が何人も失踪をしていますでこれ本当に偶然なのか他の時期と比べてもですねやはり際立ってます90年代の初めにちょっとですねまたあのそういう若い女性が何人もいなくなるケースがあるんですけれどもそういうようなことなどからですねこれはやはり 拉致とといいいうふうううふに推測されるののではないだろうかというものが出てきますで例えば、その何人もいなくなっている塊の中の一人が北朝鮮での目撃証言があるとかですねそういうものがあれば当然、それは全体が疑われるわけですしそれからそもそもですね甲府から柏崎あるいは神戸から竹野でこういうふうに大規模に例えば移動させるとすれば えー、本人の意思じゃなくて故意に誰かが移動させたとすればそれにはある程度大きな組織が当然必要になるで1か、えー、所であれば例えば暴力団が何かのためにやったということは考えられないことはありませんけれども全国あちこちで起きているということになればそれができる組織というのはそんなにいくつもあるわけではないだろうというふうに思います、えー、私たちのやっている作業というのはジグゾーパズルのピースを はめていくような作業ですでこの遺留品のこともその中でやはり引っかかってきた一つのジグゾーパズルです。でなんでこんなことをやったのかもうだいたい皆さん差しつくと思いますけどもいなくなって遺留品が出てくれば当然そこからですね海岸大抵海岸ですからえな投げをしたと。 いうふうに思うケースが、まあ、大半ですねですから、ご家族は当然そこへ行く、警察とかですねそういうところでも探すのはそこになります、でもしそこが実は偽装で遺留品を置いたとすると、実際に連れて行かれた人たちは全然関係ないところから連れて行かれる、しかも捜査の目はそこには行っていない。 ということで、えーまあ、ほぼ間違いなく偽装のための遺留品を、まあ、そこへわざと置いていったということなんだろうと思います。えーまあ、本当にそんな苦労までして、ですね、えー、なんでやるんだということなんですけども、まあ、あの北朝鮮という国は、えー、楽をするためにはどんな苦労も厭わないという、まあ、変な国ですから、 そういう意味ではですねこういうことも意外と自然に行われていたのではないかとで,、えー、ですから他の方でも遺留品を置いていったケースもおそらくあると思います、まあ、実際にあのいくつか別の時期のケースとかです、ね、いろんなケースでそういうものは見つかっていますでしかし、まあ、それらを検討していくことによって、まあ、相手側の意図も分かるということではないだろうかと思います。 今日うは、まあ、この山本美穂さんと秋田美和さん、お二人の遺留品のことについてお話をいたしました。また、この遺留品の問題とか、そういうような個別の共通点、逐次お話をしてまいりたいと思います。今日もお聞きいいいたただいて本当にありがとうございました